こんにちは、ロハス TV の時間がやってままいりました、えー、今日はこの不思議なペンダント、えー、フラワーシャーベットのですね、えー、ご紹介をさせてもらいます、えー、まずはじめにですね私このフラワーシャーベットを知ったのはですねこの、えー、丸山先生の「ですね奇跡の講話」というこういった DVD をですね、えー、見させていただきました、えー、この中にはなんとですね えー、本当に丸山先生がですね、えー、いろんな不思議なことを、えー、話されておりましたそしてこのフラワーシャーベットの、えー、ペンダントございますけれども、えー、これをですね、えー、かざすとですね、えー、ちょっと見えにくいと思うんですけれどもこのいちごがですね、えー、フラワーシャーベットを置いたあ方はいちごがこう腐らにくくてですねそしてこちら フラワーシャーベットを置いてないところはイチゴが腐っていくんだというような、えー、そんなお話をしてたんですね。で、私は、えー、ロハス村何でも調べてみようということでですね、実際に、えー、早速このビデオを、えー、見てですね、えー、私、あのー、このビデオを見てですね、そして、えー、イチゴを買いに行きました。えー、イチゴはですね この私友達の、えー、矢吹さんというイチゴ農園があるんですけれどもそこで買ってきましたよ、えー、本当に新鮮なイチゴなんですねこんなイチゴなんですえー、美味しかったですよ本当にですねえー、酸味もすごくしっかりしてですねえチ、ー、ゴっていうそんなイチゴだったんですねそして早速このフラワーシャーベット、えー、こういったえー 色と形の形状によって、えー、体を良くしたりですね、えー、また、あのー、こういったなんかいちごを置いたら腐らないとかそういう波動を出してるというようなこういったフラワーシャーベットという、あのー、ヒーリングですねアートっていうんですけれどもヒーリングアートを丸山、えー、先生いろいろと考えて、えー、このヒーリングアートのフラワーシャーベットっていうのが非常にパワーがあるということだったんですね。 で早速私、あのー、こういった形で、えー、本当は真っ白なお皿だったらよかったんですけれども、えー、模様入りの皿しかなかったので、こういうふうに置きました。そしてですね、えー、1週間後、わかりますかなんか黒くなっとるでしょね、黒くなってきました。えー、こちらがフラワーシャーベットを置いて、こちらは置いてない分ですね。まだ写真ではちょっとわかりづらいかもしれませんが、 えこういう形でフラワーシャーベットを置いてる方の方が、えー、なんか新鮮まだ新鮮味が残ってるという状態だったんですねそして、えー、なんと次に、えー、2週間経ちましたどうですこれ写真写りがなかなかね、えー、写真のものを反射して分かりにくいですけれども完全に分かるでしょこちらがフラワーシャーベットを下に置いてるやつですこちらが何もしてないやつなんですねそしてさらに えー、こういった形で、えー、3週間たちましたするともうどちらも真っ黒系になってますがこちらですね、えー、カビが生えてこちらが、えー、生えてなくて、えー、その3週間後にのものが実はここにあるんですね、えー、これであらららららら,らこれがですね、えー、今黒くはなってますがフラワーシャーベットを置いてたものですで、えー、こちら側がこ、えー カビが生えてるでしょこうこうほら。こうやれば分かるか。こういう形で、えー、こちらがフラワーシャーベット側ですね。こちらが、えー、カビが生えてる。で、何が違うかというとですね、これをですね、香ってみます。これは本当にまだいちごの味,がす味というか、香りがするんですね。こちら。こちらは全く無臭でございます。こういった形で、 えー、3週間置いたらもう本当に干からびてはきたんですが、えー、実際に香りが残っているっていうそんな状態だったんですね、えー、非常にですね、えー、こういった形でフラワーシャーベットをこういう形で、えー、これは上に分かりやすく置きましたが、えー、下側に置いてですねやってるとこれだけの違いがあるんですね、えー、またあのー 邪気払いの、えー、ペンダントとしてもですね、えー、非常に、えー、人気が出ておりますが邪気、えー、を吸い取ったりですね、えーまあ、そういったことになりますと、えー、なぜかこういう、えー、色がですね黄色になってるというこんなことも起こってるらしいんですよですからなんかあのー、悪いことが起こって、えー、助かったなーえー、大難が湘南になったなとか そんなことになった場合ですね、こういった形で、えー、ペンダントの色がですね、黄色くなるという、そんなことも起こってるようなんですね。えー、また、あのー、これをペンダントにしてですね、つけていただくとですね、えー、オーラがですね、こんな非常にオーラの大きさも変わるし、えー、またですね、えー、またあのー、色も変わってくるというような、えー、そんな風になっているようなんです。 これの使い方なんですけれどもこれはですねお財布に入れても結構ですし枕元に置いても結構ですしまたペンダントとしてまたキーホルダーとしていろいろと使えますので是非ねこのフラワーシャーベットそんなに価格も高くございませんので自分にもまたお子さんにもお母様にもお父様にもまたもちろんですね えー、そのお友達にもという形で、えー、フラワーシャーベットをプレゼントしてみてくださいえー、まあ、あのー、丸山先生ので,ですね、えー、形状エネルギーそれと色のエネルギーこういったもので、えー、体を元気に、えー、健やかにですね、えー、していきたいと思いますそれでは不思議なペンダントフラワーシャーベットのご紹介でしたさようなら